軍神官武繁盛に散る。旅毛らの渾身の一撃見事その部位を打ち破った。孫権は曹操との約定通り慶州の大部分を得る。一方劉備は李定関羽の死に嘆き激高する。慶州の決着は呉と蜀との関係に決定的な亀裂を生んだ。また魏では曹操が関羽を追うように病没、曹丕がその後を継ぐ。その後劉備は関羽の宝球を掲げ孫武に対し兵を落とす。劉備自らが率いる大軍は慶州李陵の地に陣を展開した。かつては盟を結んだ同士、しかしその前に天下を競う男同士。孫権は退陣を決意すると彰子を率い李陵へと向かった。陸孫両党関東呂毛が四分の鬼と化した劉備を迎え撃つ。陸白猿全力で戦いましょう。劉備め、関羽の死に逆上するとは、それを陣とは呼ぶまい。だがこれは蜀を従属する好機、それがなれば今一度天下二分を描けよう。弟が垂れて怒るか。まあ気持ちはわかるけどね。それ国を振り回したらダメだろう。そんな奴らには負けてやれないね。の奴らとの大喧嘩だ。突っ込んで派手に暴れるぜ。諸君の陣は東西に長く伸びている。何か策がないとこちらが危機に陥るぞ。今回の葬式はリクソンか。どんどん若いのが出世していくな。俺ももっと目立てば違ったか。もっと顔が濃いとかかっこいいとか。てか殿、俺のこと忘れてないか。それだけは心配だな。あの長飛も味方の裏切りで撃たれたとか。それもまた劉備を陣の道から踏み外させたな。繁盛で撃った関羽は劉備の義兄弟、怒りに任せて攻めてくるのは仕方あるまい。しかも劉備は我を失っている。そこにつけ込む余地があるというものだ。劉備は民族の王が見果たしているらしい。確かシャマカと言ったか。これが長万有と聞いている。くれぐれも油断せぬようだ。ご職とも大義はありません。殿、心で撃つ男、今日は胸必ずに折れまい。この大規模な陣こそがその怒りの証だ。
に歩めるならば、それは悪くなかった。その天下を回しまわったのだが、道は分かたれた。それは数勢ではない。あなたの意志のもとでだ。ながら姫様の恩義お心を思うと、決着を受けねばならん。劉備の戦いは避けられぬのだ。がこれ以上の悲しみはいらぬ。できるか、リクソン。まずは当然の敵を撃破してください。後ほどそれぞれに任務をお願いします。はい、了解。さて、諸君の奴らを蹴散らしますか。嬉しいよ。カウン。
また敵が接近してきましたね。あの将も撃っておきましょう。すぐに終わりにしてやるぜ。我が策を乱す者がいるようだ。ここは一人に狙いを絞るぞ。
躍が目立たないじゃないか。
術のみです。石兵八陣を破るとはさすがですね。ですがこの先へは行かせません。妹で刃を向け合うか。私の目指す天下はそのような修羅の先にはない。劉備よ、貴様の陣とは何だ。いや、貴様が目指す天下とは何だ。戦乱を鎮め、民を休んでる。そうか、私は己の大切だ見失っていたのだな。いまだその大志は消えぬか。ならば職は孫悟に下れ。私が描く天下にも貴様の陣が生きる道はあろう。波動とは、雌雄を決さねばならんだろうな。